伊藤さんとです。さて、仕事も一段落したし、コタハウスでも覗き見に行ってくるかな。よしよしよし、ドバトの声にエゾアカガエルの鳴き声が、そして沢の流れる音、カエルが卵を産んでいる。よしよし、おたまじゃくしになるのはいつかな。カエルが見えないね。よいしょ。ねえ、小さいカエルがなんでこんな大きい卵を産むんだって小さい頃はね、不思議だったんですけど、水を吸って膨らむんですね。最初産んだ時はすごい小さいんですね。その小さい卵を見たことがないんですけど、いつも見るのは水を、でもまあこう真ん中の方に行くと産みたてなのかな、まだ小さいですよね。よし、こっちは小さい、こっちは大きい。これは水を吸って膨らんだんだろうな、うん、うちの親父は昔これ食べてましたね。風邪の薬だとかなんとか、まあ卵でね、食って害はないみたかった、お腹壊したとは言ってなかったですね。よいしょ。僕はさすがに食べる気にはならないな、今のところ。よいしょ。春先にね、椎茸出る時もあるんですが、さすがにまだ早いかな。椎茸、これは松ぼっくり。あ、白樺の人に連絡しないと。よいしょ。はいはいはい、道に水が走って、この十字路がごちゃごちゃにネチョネチョになるんだな。ここにまず砂利引きたいな。よいしょよいしょよいしょ、べちゃべちゃ。この間ね、こっちから通路を作ったんで、よいしょ、こっちから行ってみようか。よいしょよいしょ、まあまあまあ、すごいですね。よっこいせ、よいしょよいしょ、はいはいはい、木材、よいしょよいしょよいしょ、じゃじゃん、神棚、よいしょ、自転車、あたた引っかかった。よし、そしてここがいつも出入りしてた、ぐるっと回って階段、よいしょ。階段から今ぐるっとここを回ってきて、ドア開けてぐるっと階段を
上がってきているところです。よいしょ。お、このスペースに8本が。おお、頑張ってる頑張ってる。よいしょよいしょ。うん、問題の屋根は進んでる進んでる、だいたい終わってる。よしよしよ、こっちまでずずずいと。屋根の断熱は終わって、次は壁と窓。ここから外が見えますね。順調かな。うん。